みのるみのれ、みのるみのれ。はい、どうもこんにちは、カジノみのるです。どうも。今日はね、じゃーん。パワーブリーズというものを買ってみましたよ。僕はボイストレーニング、まあいろいろ通ってるんですけれども、もうちょっと息を出した方がいいですよって言われることがあって、で僕がその好きなアーティスト、まあいろいろいらっしゃいますけれども、大体ね、僕がいいなと思う人は息が多めの方なんですよね。なのでもっともっと息を出したいなと思ってこちら買ってみました。パワーブリーズ。これね、赤いやつだと思うんだけども、それね、確かビーズの稲葉さんがね、使ってるのなんかねテレビで見たことあります。3段階あるんだって。緑の標準負荷、青の重負荷、赤の超重負荷、この3段階あるみたいで、僕はね青を買ってみました。さあ封を開けるよ。みのるみのれ、説明書、洗浄タブレット、持ち運びに便利な袋、これですね。取扱い説明書、このね英語とかと一緒のパターンですね。はい、使い方、パワーブリーズプラスを使って息を吸い込む。いやだからさ、これを、あ、じゃあつけんだな。あ、これ電池とかじゃないんだね。こうつけます。このノーズクリップというのもあります。これは、鼻だけで頑張るぞという時に使うんだそうですよ。あ、これで調節するんだな。今ゼロです。パワーブリーズプラスの調節、箱から出して本体を直立させて持ち、トレーニング負荷の調節を行います。トレーニング負荷を上げるには負荷調節ノブを右方向へ回し、トレーニング負荷を下げるには下げますと。上げるときはクイーン、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 クイーンとなると。これを押すと。まずゼロからね、行こうね。はい。で、パワーブリーズプラスのマウスピースを加える。うん。状態をまっすぐにして、座るか立つかしてリラックスします。ハンドルを持ち、唇でマウスピースの外周部を覆い、密閉するようにしてマウスピースを口の中に入れます。マウスピースから出っ張っている部分を上下の歯で噛みます。ここだね、噛みます。で息を吸い込む。できるだけ多く息を吐いてから素早く息を口、力強く口から息を吸い込みます。できるだけ多くの空気をできるだけ早く吸い込んでください。この時背筋をまっすぐにし胸を張ってください。で、今度はゆっくりと力を入れずに肺の中が空になるまで口から息を吐き出します。使った筋肉を緩めリラックスしてください。再び息を吸う必要を感じるまで間を置いてください。パワーブリーズプラスを使った呼吸に自信が持てるようになるまでこのエクササイズを繰り返します。さあ行ってみよう。加えるよ。息が吸い込みます。普通よりもまあ吸うのにちょっとこう抵抗がある感じです。ゼロは、まあ言うてもね、私も一応まあプロの端っこの方にいますよ。役者のねこのワークショップとか行っても、じゃあずっと声出してっていうやつは大概僕が一番です。そのぐらいのもんですよ、私は。だからこれどんどん行こう。あのね、あの僕はね赤買う資格なかったの。なんでかというと、この赤はこの青いやつを最大限までこのできた人は買っていいですよと書いてるわけ。じゃあいいよと。じゃあ青頑張ればいいんでしょということで、まずじゃあレベルを上げて4まで上げちゃったよ。まあね、行ってみよう。
なるほどね。うん、辛くなった。あの、さっきよりも時間がかかってるのが分かりましたよね。あの、同じぐらい深呼吸してます。はい。なんか、どうでしょう。声に張りが出てきたような感じがしませんか？アスリート的には、呼吸筋トレーニング。パワーブリーズはレジスタンストレーニングと呼ばれる手法を使用し、呼吸筋を鍛えて運動中の息切れを軽減し、健康に役立ちます。日々のトレーニングにおいて耐えられる負荷は日々増加し、ほんの数日間のトレーニングでも効果を実感することができます。だそうですよ。1日2回30呼吸だから15呼吸が1回ってことなんですね。やることで、数分やることで4週間以内には呼吸筋がアップし、運動の負担を軽減されます。だそうですよ。パワーブリーズは横隔膜、肋間筋を含めて胸郭に囲まれている筋肉を鍛えます。まあ、この辺ですね。息を吸い込む際に負荷を与え、ダンベルと同じ要領で呼吸筋を刺激し強化させます。だそうです。呼吸筋の強さ約 40%、 力 60%、 持久力 30% 高めます。だそうですよ。横隔膜のダンベルと言っても良いでしょう。だそうです。さあ、4まで行きました。8いってみようよ。じゃあ8、8クリアしたよ。なんかいいよ。うん、いい感じする。いいトレーニングになりそう。じゃあ最後ね、10やってお別れしよう。これやったらね、10やったら赤買っていい、よかったらしいからね。まあ最初から赤買っててもよかったのかもしれないよね。まあ10やって、いけんじゃん。ねえ。なんかこの、低音部分、低音部分、ローの部分が増えたような感じがしますね。どうでしょうか。まあ低めの声も、というなのが、そのビリビリとくるようなぐらいの、っていう声が出しやすくなってる感じしますね。ね、ラーハーハーね、こうもまあ出るっちゃ出るよね。じゃあこの、ノーズクリップ。山瀬まみです。山瀬まみです。まあ、できるね。うん、とてもいいと思います、これ、僕。うん、皆さんにおすすめできるんじゃないかしら。パワーブリーズ。うん、アスリート以外にも、歌手、役者にもいいんじゃないでしょうかね。やっぱ一息でどのぐらいセリフを言えるかみたいなことも大切だと思いますしね。まあ、よく本にも書いております。なので、ぜひ、これ、使ってみてはいかがでしょうか。カジノミノルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。みのるみのれ。